記憶解き放ったのまずかったんじゃない？なになに？ここからマスタードラゴン様がロータリーすげえ。お前ニャースじゃん、やってること。テトンたちはドランと共に天空城へ向かった。さあ着きましたが、天空城。おお、ここが天空城。思ったよりすげえ、思ったよりちゃんとしてるわ。さあ天空城を。あの上にいらっしゃるのは我らが王マスタードラゴン様である。マスタードラゴン様にお会いになりたいのか。はい、では通るがいい。僕もね、一回会ったことある。うわすげえ。会った時もうちょっとチンケなとこだったけどね、最初会った時は。よく来てくれた。です。私はこの城を治めるマスタードラゴン。お前たちをここに招いたのはあるものの復活を知らせるため。えっ、かつて世界を災い、滅亡させた災いの子、その名は、キサロ。おぉ。おぉ、その者の名は、地獄の帝王、エスターク。今回も、出るんですね。エスターク。世界は再び滅亡の道を歩もうとしている。はい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 。まあまあまあ。しかしモンスターズシリーズのね。滅びの危機から世界を救うという伝説の勇者。おお。また生まれたのだ。勇者が生まれたんなら、じゃあ俺たちは何もすることないんじゃないか。地獄の帝王を倒せ。勇者と共に。魔族の血を捨て、人間として生きるがいい。ヨド。これはお前の母の。それは一回。それは一回断ったはずだぞ。納得できるであろう。できないね。いや、俺は親父をボッカボカにするまで。お前は地獄の帝王を刺激し。刺激。己に従えよというの。いや、そこまではそこまでは言ってないんですけど、まあまあまあ、そこまでは言ってないんですけど、あ、そのあの日の意志は変わらないんですけど、地獄の帝王を刺激する。俺そこまでは言ってないかな。そうなんだ。それに彼の力を得ようとする者は他にもいるんです。その者の名は、まさかランディオル帝王。三回魔王ザガンギエル。ランディオル帝王じゃない。ランディオル大帝に並ぶほどの実力者であり。あ、そうなんだ。地上のすべての魔物を治める存在だ。あ、そうなんだ。知らなかった。初見さんです。知らない人だったな。三大魔王、六つあるうちの三つってことか。三三で分けてんだ。じゃあ激化し、いずれどちらかが消え去る運命にある。じゃあ人間を消そう。だが勇者の存在がある限り、あ、魔族に勝機ないんだ。勝機はない。じゃあ魔族を消そう。それでもお前は魔族として。そうか、俺魔族だから勝機はないのか。じゃあ勇者を消そう。勇者を消そう。それが、うん、お前の答えか。そう、俺の答えがそれだ。ならば行け。お、己の選択をその目で見定めるがいい。ザガンギエルの巨匠デスパレスは、デスパレス、人間界の南方、絶海の孤島にある。あ、今から行くんですか。ロザリーヒルの旅の扉から行けるよう、私が
今作ありとあらゆる冒険を阻害してくるじゃん。展開と決別した。ああ、まあまあまあ、別に別に別に、この地に別に構わんけど、二度と足を踏み入れるな。おう、俺は別に構わんすけど、俺は勇者ぶっ殺して魔王になるんだから。勇者も親父もぶっ殺して俺が魔王になる。カッカッカーンじゃないんだよ。お前はお前で、あ、でもそうか、悪いやつじゃないのか、あいつは。おい、あ、ベネットは納得いかないよな。さっきマスドラに話して、マスドラって呼ぶなって。お前マスタードラゴン様だぞ。人間と戦うってことは俺とも戦うってことだぞ。別に俺人間とは戦わねえよ。人間とは戦わねえよ別に。誤解してる誤解してる。任すなよ。あれ、お前の考えてることくらい俺にはわかる。いや、マジでベネット、お前は地獄の帝王、俺の考え、三回魔王ザガンギエルも従えるつもりだろ。え、すごそれは無理だ無理だ。お前はザガンギエルのことを知らないからそんなことが言えるんだ。ザガンギエルの従えるつもりなんだ。人間界の魔物に手を出せないのはザガンギエルがいるせいだ。あ、そうなんだ。奴は兄弟で地上の魔物たちに慕われてる。敵対すればそれが全部お前の敵になるんだぞ。上等でやってやろうじゃねえか。なあ、俺たちは種族は違っても分かり合えてたはずだろ。人間と戦う、人間と戦うつもり、戦うなんてやめろ。いや、人間と戦うつもりは別にない。俺は勇者さえ殺せればあとは何だって構わない。そうかよ。おーい、それがお前の答えかよ。ベネットの独身術たけすぎなんだよ。だったら今から俺たちは、あ、ベネット二度と顔も見たくねえ。お、じゃあベネット、ベネットいても何してくれたわけでもない。来ないよ君。ロザリーはちょっと旅の扉、え、ムシャラメダリカ、あ、ムシャラメダリカ、気持ち悪いな、お前ら。変わらず足短けしよう。お、何か指示を出しましたね今。なんですと、イスタークが復活し、それを倒す勇者が人間界に生まれたですと。そうです。あ、そっか、俺たち的には僕たち勇者は、勇者を探し出してみせるよ。え、お前すごいな、ルーラ使えるよ。ルーラ使え、まあエダリカは、奇術使えるぐらいだからな。結構魔法適性高いんだろうな、あいつは。どうすんだよ、これ。くしゃくしゃよ。くしゃくしゃになっちまったよ。すんだい。だってさ、ランディオル大帝と、ハルンでしょ？こいつらでいけんのか？行くしかないんだけどさ。とりあえず行きますか。ここで、愛よ愛よしてても仕方がないからね。ちょっと、なんか、みんなは俺の味方？みんなは俺の味方？そういえば、旅の扉が光り出してな、新たな場所へ行けるようになったようだぞ。こんなことは今までなかったのだが、不思議なこともあるもんじゃわい。あ、これマスタードラゴンがやってくれたよっていうこと。しかし、あれ？道具屋さんはもう機能しないんだ。あれ？ここ道具屋さんじゃなかったんだっけ？あ、こっちで鳴らせば道具屋さんか。めんどくさいな、おじい。お？結構見たことないモンスターが並んでますか。え、これ4対4。なんだ貴様は。おおおお。ここは我らが王、ザガンギエル様の居所、デスパレスであるぞ。うまそうな肉だな。やば、頭悪そう。なんか、トラ男の色違いってことは、お前元々人間なんじゃねえ。俺なんちゃ言うてへんやん。俺な、
あ、3体か。よかった。よかったのはよかったんだけど。これ別に、何も言ってないじゃないですか。なんで、あ、この人たち。うわ、真空切り入んないのか。じゃあまあ、普通に攻撃しといてもらうか。真空切り入んないのか。フロストギム、ギズモが息吸い込んで。うわ、スカラで防御力上げられるのはちょっとめんどくさい。あ、でも一発34。まあまあ。サミダル切り。ベンガルからだね。イレンサミダレ。めいっそ。ベンガルから落としていきたい。激しい息。液剣か。氷の息は？あ、氷の息が弱点。だったら氷の息吐くべきか。で、フォレストドラゴンは、普通に攻撃をベンガルに入れてもらって、ジャマシーンはサミダレ切りでいいかな。で、ベンガルに一番ダメージが入ってるんで、ベンガルを落としていきたい。オッケー！いって落とした。もうこれは？そろそろサミダレ切りで落ちる範囲なのでは？お、ミラクル攻撃いいね。もう一丁いかないか。まあ普通にやってもらえば、あとはいけそうかな。サミダレ。オッケー。少ないんだから。少ないんだから、あんまり特技連発しないでほしいけどな、ジャマシーンは。ちょっと、あれか、特技の選定もしとかなきゃいけないな。なんちゅうやつだ。強すぎる。強すぎる。このままでは。お前、自分たちの。おい、見ろ。お、ジンマーソン。よかったー。とうとう将軍様の。これでね、ちょっとずつね、ちょっとずつ難易度が上がっていくタイプね。お、ジンマー将軍。あの人とは違うのかな？最初助けてくれた。お前はあの時のってなんないかな？これであいつもおしまいだぜ。実力だけなら、ザガンリエル様をもしのぐと言われるお方だ。おお、声。声が気になる。この城に何をしに来た？何をしに来たって言ってんだから、俺の仲間になれよ。ザガンギエル様を従いに来ただと。ということで、俺の仲間になれよ。少子千万って言いそうな。なめるなよ小僧。我らが王は貴様ごと。まあね、アンギョル大帝に肩を並べるほどの実力者だもんな。今日ここがお前の墓場となる。最後に言い残すことか。マリ、俺死んだ。あるんだ。あの世で言うと。なんだよ。最後の言葉も吐かせてくれないのか。おう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 。ただ、HP は削れた状態でのスタート。ちょっとしんどいが。まあまあ。まあまあ、いいでしょう。あんまりなんか真空切り、ああ、効かねえよな。これでいくか。時々って、いいね。マジに、怖っ。ゴミオス、素早さが下がるんだっけ。エホイミで、カブトリ、お、防御力下がった。いいぞ。防御力下がったのはだいぶでかくって。だったら、普通に攻撃の方がいいのか。マジンギーちょっと一発入れてみるか。え。あ、ちょっと軽減。でも激しい炎の方がいいか。大ダメージだからな。で、これは激減なんで普通に攻撃してもらう感じかな。第一弾。痛いな、結構。真空波。激しい炎を189、そこそこ入るけど、いけ、あー、マジか。まあ、91、結構入るのは入る。
で、キラーマシンはそのまま攻撃してもらってよくって、ヒートギスもこれ息吸い込みたいけど、一旦防御。で、フォレストドラゴンは普通に攻撃してもらって、で、シルバーデビルは任せるか。防御でしのげればいいけど、うわ、無理か。うい、回復役がやられた。回復役がやられた。ゴミオス。ゴミオスは全然いい。おい、当たらない。カブトリ。オッケー、下がらない。もう一回いけ。いや、いけないか。真空波。いや、ダメだ。ちょっと待ってください。こんにちは。やられた。はい、ということで、レベルを上げてまいりました。ちょっとね、新しいモンスターとか使おうかなと思ったんですけど、もうシンプルにねシンプルにレベルをごっそり上げてまいりました。で、ダークキングを、まあ、連れてきたというか、作って、まあ、シルバーデビルの代わりにね、ダークキングにちょっと、回復を任せようかな、という感じで、フォレストドラゴンが一番、今ね、ちょっとなーって感じではあるんですが、まあまあ、とりあえず、この子も20まで上げたんで、それなりに使えるようにはなってるでしょう。で、ダークキングに、守りを渡しとこうかな。低いんでね、賢さはバカみたいに高いから、問題ないと思うし。なんで、これで。さあ、リベンジと行きましょう。証拠りもなくまたやってきたかとか。何度来ようが同じことだ。ジンマー将軍。我が前に立ったことを後悔させてやる。やろや。さあ、ということで、もっさりごっそりレベル上げをしてまいりましたんで、とりあえず、アブトギリを見舞いしつつ、ダークキングやることなくって、ヒートギズモは息を吸い込む。フォレストドラゴンもやることないんで、普通戦ってもらいましょう。息吸い込んで、アブト割り97入ります。会心の一撃。会心率大がついております。アブト割り、関係ないね。ミラクル攻撃、守りの切り。ダメージ向こう。マジで？そんな技が。で、カブト割りでいいかな。うん。カブト割り入れつつ、ダークギズモは何もしない。ダークキングだね。ちょっと待って。ダークキングか。ダークキングは何もしないでいいんで。どうかな。制限、歌も。こっちの方が入るのかな。こっち打って、で、フォレストドラゴンは、いつも通りやってもらうと。カブト割り。覚える。お、244。入るね。守りの切り。あれ？ちょっと待って。君、ずっと守りの切りしてないと思ったけど。あー。そうだったわ。ずっと守りの切りしてない君と思ったけど。一応ね、なんだっけ、回復魔法みたいなのを、マックスまで上げてきたんで、まあ大丈夫でしょうと思うけど、吸い込んで、これでいきましょう。魔人切り、おー、危ねえ。ゴミ押すなら大丈夫。吸い込んで、カブト割り。防御力下がってるよ。ダメだ。守りの切りを覚えさせたせいで、
守りの霧を覚えさせたせいで、ちょっとダメなことになっているが、オッケー、なんとか間に合った。おい、全部上がりきらんことあるんかい。スターをして会心率大が効いたね今回は。大したやつだ小僧。ザガンギエル様に会いに来たと言ったな。はい、ザガンギエル様に会いに来ました。あの方が剣を振り下ろせば数万の魔物も一瞬で死に絶える。数万、それほどに強いお方だ。じゃあまだ逆らって生きて帰った者は一人もいない。ああ。それでも会う覚悟はあるか。あるね。どこまでも愚かな小僧だ。わや言われてますが。ついてくるがいい。わや言われてますが、俺は会いに行く。お前がランギオルの息子かみたいなこと言われるのかな。ジエル様、このままが例の。おお、強そう。お前が同派だ。お前が地獄の帝王エスタークの使役を企んでいるという。企む、無謀な若造か。まあまあ企んではいる。どこで聞いたか知らんが、確かに我々は地獄の帝王を手中にする目前まで来ている。目前まで来ているんですか。ほら生徒。お、我が名は三回魔王ザガンギエル。三回魔王って何。この地上の魔物を滑る王。魔界人間界天界ってこと。わっ、お待ちしておりました。我らが王よ。どういうことこの城を用意したのエスタークを探したのも全ては、貴殿のため。貴殿のため。私、貴殿とは、どういうことだ。あ、やっぱりあの人なんだ。見違えるほど成長したな。さっきは悪かった。ザガンギエル様に会わせる前に、あの人なんだ。お前の力を試しておきたかったのだ。ドラキーは、あ、あ、いた。やっはー、アタチチマン。アタチ、ずっと待ってたなのよ。めっちゃ嬉しい。子供の頃、そう、最初にね、城まで来たでしょ。呼び捨てなんだ。あの時ランディオル、アタチたちが止めるのも聞かずに行っちゃったなのよ。そうですね。あのオープニングで見た。我々はこの地で貴殿を新たな王として迎え、お、ランディオルを打ち倒す準備をしていたのです。マジっすか。私はランディオルを倒すためだけに生きてきた。あ、ランディオルを倒せないのか。あ、まあまあ、おいた、お互いにね、力が均衡してるみたいなこと言ってたから。私のこの思いを託せるのは、おお、もはや、おい、貴殿しかいないのです。貴殿、私、どうか、おい、我らの王となり、私に代わり、あのランデュオルを倒してくだされ。任せ、お前ら。時は来たレリー。任せ。さあ、我が王よ、新たな王の誕生を、任せ、皆に伝えてください。
おう、やっちゃるわ。わしが。セットンは城の魔物たちに新たな城主、城主になったことを宣言した。うえー、盛り上がるね。お、え、これで我が意志はザガンギエル。マジか。そんなすぐなの？なんか俺が強くなるのを見届けてくれるんじゃない？病のここに伏せたとしてもさ、ああ、掘ってあげてるんだ王の墓を。誇りた誇り高き魔族の民、ここに眠る。お前に教えてやろう。ザガンギエル様がなそうとしていたこと。ランディオルの長兄、暴将ディオロスが生まれるまで、ディオロス、あの方は次の魔王と目されていた。おう、ディオロスは確かに強い。おう、だが性格は残虐で、統治能力など皆無だ。まあ、いわゆる無能ってやつね。奴に魔界の支配権が渡れば遠からず魔族は滅びよ。なるほどね。ザガンギエル様はそうなる前に奴を倒し、魔族のすべてを救おうとなさっていた。だが魔界との戦いは長引き、年老いたあの方は願い叶わぬ運命と諦めかけていた。なるほどね。そこにお前の噂が聞こえてきたの。ま、第二王子ってぐらいだから次なんだよね。では第二王子が帰ってきたと。まあまあまあ、魔界の民を次々に救済するお前こそが救済する、ふさわしい。してた。あんま、まあしてたか。あの方はあんまり考えた、そういうあれではやってないけどね。ザガンギエル様のお墓作ってくれてありがとうなのよ。勇者を殺そう。まずはこれ渡しておくなの。ザガンギエル、君に残したものなのよ。これで中級に行けるようになるのか。まさかこれで、桃色のトラベライト。お、ちょっとベネットがちょっと気になるけどね。トラベライトを手に入れると、あ、ごめんなさい。ちま、辛いだろうにな。肝心のエスタークは未だ見つかって、おい、見つかってへんのかお前、こら。おい。近くにいることは掴めているんだ。なるほど、人間界の近くにはいるんですね。俺たちは引き続きエスタークを探そう。おい、頼むわジンマ。その間お前は魔界の中級エリアを巡り、でもジンマお前より強い力をつけてきてくれ。そのぐらいじゃ初級でギリ戦えるくらいやぞ。君を信じてついてくのよ。ジンマお前もちょっと精進せよ。かくして魔物の城デスパレスを手に入れたセットンは、己の名をデスセットンと改めそのさ、カタカナとひらがなが並んだ時の字面のダサさ。デスセットンと改め、魔族として生きていく思いをより強めた。より強めてしまったか、より強めてしまったか、デスセット。